イスラム法廷会議、イスラム法廷会議、イスラム法廷会議、ICU、イティハドある、マハーキもあるイスラミアは、ソマリアのイスラーム法学者による、イスラーム裁判所の連合体、並びに付属する、行政各事務所や警察部隊で作る、1994年に、結成された、自治政府、及びその自治政府が治める地域の故障。2006年に、 イスラム法廷連合から解消された。ここでは、同政府による、モガニ使用制圧までの記述で、法廷連合、その後の記述で、法廷会議とする。幹部会議長は、シェフ・シャリーフ・シェフ・アフマド、評議会議長は、ハッサン・ダヒール・アウェイス。1994年に結成された、イスラム法廷連合は、内戦によって崩壊した国内を、イスラム国家の樹立によって、 再統一することを目標に掲げ、各地に拡挙する軍閥と、その連合たるソマリア暫定連邦政府に対し、武力闘争を展開した。ソマリア北東部、プントランドのユスフ大統領を率いる暫定政府は、法廷連合を、アルカアイダと関係のある、テロ組織とするアメリカ合衆国の援助を受け、平和の回復と、反テロ同盟を結成し抗戦したが、 法廷連合は戦闘の勢いと精錬な行政によって、軍閥支配を受けていた住民からの指示を取り付け、急速に勢力を拡大。2006年初めまでに、幾度となく、繰り返された両派の衝突は、同年5月の法廷連合による首都、モガディシオ突入にまで激化し、2006年6月5日、法廷連合は、モガディシオ制圧を宣言した。法廷連合を改め、 イスラム法廷会議は内戦で荒廃していたモガディシオで大清掃運動を呼びかけ都市を瓦礫の山の状態から幾分元通りにした。しかし法廷会議の急進派はシャリアを厳格に守るよう住民に強要するなど過激なイスラーム主義を実行した。その様子はアフガニスタンのターリバーンに類似すると言われ音楽や欧米系の映画の鑑賞。 女性のサッカー観戦を禁ずるなどの政策をとり、公開処刑を行うなど、人権侵害を欧米や周辺各国から指摘された。一方、アラブ連盟やその加盟諸国は、比較的これらの政策に寛容であった。暫定政府は南西ソマリアの都市バイドアに撤退して、抗戦を続けていたが、法廷会議軍はバイドアを包囲、暫定政府は、 同志とその付近のみに支配領域を狭められた。これに対しアメリカやアフリカ連合、AU は法定会議の行動はソマリア統一を妨害するものと認識する。すでに紛争は法定会議をエリトリアが暫定政府をエチオピアが支援する国際的なものとなっていた。法定会議はアフリカ連合軍の侵攻を防ぐためとして2006年9月に 南部の港湾都市キスマユを占領し、対立するケニアとの国境を封鎖した。エチオピア軍の支援を受け、バイドアに立てこもる、暫定政府側は、キスマユの奪還を宣言した。2006年12月6日、国際連合安全保障理事会はソマリアへの国際平和維持部隊派遣を決定した。しかし、20日に法廷会議とエチオピア軍の間に起こった戦闘が激化。 エチオピアは24日に、これまで認めていなかったソマリア派兵の事実を確認、同日ソマリアへの空爆を開始し、法廷会議との戦争状態を宣言した。28日には、エチオピア地上軍の侵攻を受け、法廷会議は、モガディシオからキスマユに撤退、エチオピア側は戦闘で、法廷会議側を約1000名殺害したと発表した。2007年1月1日には、 暫定政府軍とエチオピア軍がキスマユを攻撃すると、ほとんど抵抗することもなく、法定会議は南部ケニア国境に配送。暫定政府は北部のソマリーランド自治区域を除き、ソマリア全土を掌握したと宣言。また、残党の総統は継続するとした。ケニアでは法定会議民兵が拘束されるなど、結束力が失われた可能性も示唆されたが、 モガディシオに潜伏する指導部は、年始早々に、日本の朝日新聞による潜入取材に応じた、1月6日朝掲載。それによると、戦闘激化は一部部隊の強行によるもので、会議内に混乱があったこと、2000人の兵士と100台のテクニカルで応戦したが、戦闘機や戦車を持つエチオピア軍に歯が立たなかったことを公表した。また、兵士と武器のほとんどは温存されており、 国民の不満が高まった頃合いを見計らって、ゲリラ攻撃を仕掛けると発言している。1月5日から、法廷会議は、ラスカンボニーに駐留するエチオピア軍と暫定政府軍を攻撃したものの、航空攻撃など、米軍の介入を受け敗退し、その後構成員は地下に潜ることとなった。多くのメンバーは、暫定政府交換の暗殺や軍補給部隊への攻撃、ロケット砲、 迫撃砲などを使った一撃離脱戦法などで抵抗していたが、組織だった行動ができる少数のグループは、評議会議長アウェイスの射程、ハシファランが幹部を務めるイスラム過激派、あるシャバブへ合流する。一方、これまで法廷会議を支援していたエリトリアでは、9月になって構成員が新たにアルスを名乗り再出発した。 2008年8月には暫定政府とソマリア再開報同盟が停戦協定を締結。しかしアウェイスラ一部メンバーはこれに反発。最終的に再開報同盟は幹部会議長アフマドが率いる主流派ジブチとアウェイスラの強硬派エリトリア派に分裂した。2009年1月31日ジブチでソマリア国会が開会され、 ジブチ派のアフマドが大統領に選任された。これに対し2008年末までにソマリア南部を支配下に置いたアルシャバブなどいくつのイスラム過激派はアフマドと暫定政府への攻撃続行を宣言した。またこの頃再開報道メエルトリア派など4派が連合し新勢力ヒズブルイスラムを形成している。過激派グループは2009年に入ってから ソマリア全土で暫定政府へのテロや攻撃を繰り返し、5月には部隊がモガディシオに肉迫。さらに6月20日には大統領官邸が反政府勢力に包囲されたとしたアフマドが非常事態宣言を発令するなど法廷会議なき後もソマリアの状況は予断を許さない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。